ささやき。ささやき。はい、というわけで今回このささやきというゲームをやっていくんですけど、あのね、このゲームなんとね、サイコホラー BL っていうね、ちょっと珍しいあんま見たことないジャンルのゲームで、でホラーになぞらえてちょっと俺の小話を一つしたいんだけど、俺ねバイトをしてる話をたびたびすると思うんだけど、俺のバイト先ね、なんと霊が出るんよ。スイングドアが俺のバイト先にあるんよ。こう手で押してもう開閉するドアね。なんとね、そのドアが俺がスイングドア開けようとした瞬間に一人でに開いて、もう風が吹くような場所じゃないのよ。なのに一人でにドアが開くっていう、そういう経験がありました。はい、これ実はね。はい、というわけで、まあそんなことはいいんだ、長ったらしい話をしてないでさ、さっさと始めてまいりましょう。どうもメタルでございます。挨拶を忘れていたね。惚れた腫れたといった類の話なんて俺には縁がないと思っていた。自分で言うのも悲しいが、俺はクラスメートたちが輝かしい青春を送る裏で退屈な日々を過ごしている人間だ。そんな自分にこんな日が訪れるなんて。なるほど、いいな雰囲気。夏にやりたかったけどね、このゲーム。まあしょうがない、最近出たばっかなんだこのゲーム。おっと、女の子に告白されている。付き合ってください。ごめん、くっそつまんねえことやった今。うん、その恋人になってください。いいじゃんか、お前もその青春の1ページを刻んでるよ今。うん、なんてだから。お、勝手に飛んだな今。いや、そうじゃなくて、なんで俺、なんでって、好きだからって言わせないでよ、恥ずかしい。言った、叩くなよ。ていうかこれドッキリだよな。どこまで後ろ向きなんだお前。かけるのバカ。ああ、ちゃんと名前は知ってる、なんか知り合ってる関係性なんだね。何回言わせれば気が済むのよ。めちゃくちゃ本気、ドッキリなんかじゃありません。なるほど、マジか。うん、うんって何。お前も後ろ向きかなあ。でもこれいい返事だよな。だから俺でよろしければよろしくお願いします。おー、よかったよマナミ。え、ほんと、ほんとにほんと。なんかミッキーみたいなやつ出てきたな今。だあ、ほんとだって。お前が断っても聞かない性格なの、昔から知ってるし。あ、なに、昔からの知り合いなわけか。もう余計なお世話。おーい、ラブラブじゃんか、いきなりね。ちょっとなんかちょっとリズムに乗ってたな今俺。こうして俺とマナミは晴れて付き合うことになった。いいじゃん。うん。急に、急。明くる日の晩、マナミは近所の川で遺体となって発見された。さすがサイコホラー、なんということだ。考察された後、ナイフで体をめった刺しにされて、おいおい、怖え怖え怖え、とんでもねえ死に方してるって。あまりに突然のことで、人生で初めてできた大切な人の死を、俺はただただテレビ越しに眺めることしかできなかった。うーわー、もう悲劇。おー、これがプロローグ？ささやき、やばすぎだろ。お前、とんでもねえ始まり方したな、このゲーム。あれから数日、食事もまともに取れず、俺は抜け殻のような状態で毎日を送っていた。だろうな。家族からは、学校を休むように言われたが、家にいてもすることもないので、変わらずいつものように過ごしていた。おお、みちる弟か。なるほどね。兄さん、あれからずっと顔色が悪いけど、本当に大丈夫なの？大丈夫なわけないけどな。弟のみちるに至っては、一緒に登校しようとか言い出すまでの心配っぷりだ。兄として情けないが、今は取り繕えるほどの余裕もない。つい俺は、抱えていた気持ちをさらけ出してしまった。ずっと考えてたんだ。なんでマナミが死ななきゃいけないのかって。だってあいつ、人に憎まれるようなやつじゃないし、気配りのできるいいやつだったろ。なのに、どうして。犯人、早く捕まるといいね。ああ。
そうだな。うーわ、くれー、わかっちゃいたけど、暗いな空気が。うん。マナミに告白されたことは周りには言ってない。けれど幼馴染なのは知れ渡ってるから、みんな気を使ってくれる。それが余計に、マナミが亡くなったという現実を思い知らされるようで、辛い。彼女のいない教室は、胸が痛くなるほど静かで、失ったものの大きさを嫌でも感じてしまう。今日もまた、空虚な一日が終わる。俺はノロノロと席を立ち、下駄箱に向かった。いや、犯人一人しかいねえだろ、おい。そう思うんだけど俺。なあ、うん。兄さん、帰ろう。何が兄さん帰ろうじゃん、お前は。絶対お前だろ。ああ。ん？なんだこれ。靴を取り出そうとしたとき、その上に手紙のようなメモ書きが置かれていることに気づいた。大事な話があります。今日の18時、水曜橋の高架下で待ってます。手紙には、それだけ書かれていた。うわ、怪しい。いや、何それ。怪しいよ。捨てよ。お前が書いて隠したんではない。それは。うん。勝手に見るなよ。けど、そうだな。見るからにいたずらっぽいし。うん。まなみさんの事件もあったし。気をつけた方がいいよ。お前、ひょっとして結構いいやつか、こいつ。ひょっとして。まなみ。その名前を聞くだけで、胸の痛みが増す気がした。ねえ、今度旅行にでも行かない？それか、映画とかさ、気になる新作があるんだよね。別に、俺はいいよ。少しでも気持ちが晴れるようにと提案してくれたのだろうが、とてもそんな気分にはなれない。そっか。じゃあ、帰ったら取り溜めしてたドラマ一緒に見よう。ごめん。気を使わなくてもいいから。お前だって辛いだろ。兄さんの悲しそうな顔を見てると、余計に辛いよ。悪いな。迷惑かけて。違うよ。ただ、兄さんの役に立ちたいんだ。弱ってる兄さんのそばにいたいだけなんだよ。ありがとう、ミチル。そう言って、何気なくポケットに手を突っ込んだ時、さっきの手紙に触れた。取り出して、シワを伸ばして、もう一度それを読む。細くて綺麗な字だ。見覚えはない。それ、まだ持ってたの？捨てようって言ったのに。その辺に捨ててもややこしいことになるだろう。これ、なんか引っかかるんだよな。まさか行くつもりじゃないよね。俺さ、この手紙はこの弟が仕込んだもんだとばかり思っていたが、実は違う。兄さん、やましいことがあるとすぐ黙るよね。は？やましいことなんか。本当に行かない方がいいよ。もしものことがあったらどうするの？え、めっちゃ、待ってくれ。こいつじゃないな、これは。ごめん、もう、ごめん。めちゃめちゃお前を悪だと俺は最初から認定してたけど、違うのか。お前ただのいい弟なのか。ごめん、ちょっと俺の心が汚れていたのかもしれない。いや、危ないのは分かってるんだけどさ。人生には、取り返しのつかないこともある。マナミの死を経て、俺はその事実を学んだ。だからこそ、ここで行かなければ、何か悪いことが起こるんじゃないか。そんな予感がしてしまったんだ。おー、なるほどね。はい、ここに来て話しますけれども、このゲームね、二ルートルートがあるんだって。まあだから、オープニングに三キャラ映ってたよね。主人公と他二キャラ、弟ともう一人いたのが、まあ二ルートっていうことだね、つまり。で、それぞれのルートにエンディングが二個ずつあるらしい。まあだから、行かずに帰るで弟ルートになんのかな。とりあえず弟見てみるか、行かずに帰って。そうするか、行かずに帰ることで多分弟と一緒にいることになるよね。いや、
やっぱりやめよう。ミチルからも止められたし、あいつの言う通り危ない目に遭う可能性も高い。わかった。そこまで言うならやめとくよ。よかった。やっぱり今の兄さん、危なっかしくて心配だよ。すまん。まだ自分でも気持ちの整理がつかないんだ。そうだよね。あんなひどいことがあったんだもの。普通にいい弟のように思えるか、ここ、ひょっとしてさ、二ルート、ルートによって犯人変わる？ねえ。やっぱり学校休んだ方がいいよ。今のままじゃ勉強も身が入らないと思うし。けど、家にいたところでぼーっとしてるのは変わらないだろう。ゆっくり体を休めるのも大事だよ。これから立ち直るためにもさ。おー、早いね、展開が。なるほどね。まあ、最初はとことん抵抗してみる。気乗りしないよ。やっぱり俺は学校に行くぞ。でも、気乗りしないよ。ずっと閉じこもってるなんて。そっか。ごめんな。早くいつもみたいに戻れるよう頑張るから。仕方ないよ。恋人が死んだんだもの。落ち込むのも無理ないよ。え？お前、なんで知ってるんだ？俺とマナミが付き合い出したこと。お前、なあ。だって兄さんのスマホ見てるから。やりとりでなんとなくわかるでしょ？俺のスマホ？パスコード知ってるからロック解除もできるし、メールも SNS も、検索履歴も全部見てるよ。お前、男の検索履歴は見たらダメだ、お前。それは。なんでそんなことする必要があるんだよ。いつ俺が頼んだって言うんだ。お前、兄さんが危ない目に遭わないように注意してるだけだよ。それに、兄さんのこと全部知っておきたいし、完全にストーカーだ、こいつ。どんな動画見てるかとか、何つぶやいてるかとか、誰とどんなやりとりしてるかとか。あと、ついでに好きな女性のタイプとかもね。まあ、まなみさんは全然違ったけど。お前、意味わかんねえ。お前、おかしいよ。おかしくったっていいよ。僕には兄さんが全てだから。それにしても、まなみさんが告白するとは思ってなかったな。止められなかったのが悔しいよ。だってそうすれば、兄さんが余計に傷つくこともなかったでしょ？なんてこと言うんだ。マナミは殺されたんだぞ。死んで清々してよ、お前。昔からずっと兄さんの周りをうろちょろしてさ、邪魔だったんだよね。挙句の果てには調子に乗って告白なんかしちゃってさ、気持ち悪い気持ち悪い。やめろ、もうやめてくれ。なんでそんな顔するの？兄さんだって正直迷惑だったでしょ？好きでもない人に好意をぶつけられるほど嫌なことってないよね。俺はマナミが好きだ。告白されてやっと自分の思いに気づけたんだ。へえ。迷惑なんかじゃなかった。付き合えて嬉しかった。マナミに死んでほしくなかった。だから、これ以上あいつのことを悪く言うのはやめてくれ。そうだね。僕が悪かったよ。分かってくれたならいいんだ。兄さんがここまであの女に洗脳されてたなんてね。洗脳？最初から遠ざけておくべきだったのに気づけなかった。今回のことは全部僕の落ち度だよ。洗脳を解くためにも、これから本格的な教育を始めないと。洗脳とか教育とか、一体何の話をしてるんだ？兄さんと僕の話だよ。これ以上悪い虫がつかないように、考え方を改めてもらおうと思って。二人の間にルールを作ろう。その一、僕の言うことは絶対に聞く。その二、僕の許可なしに外出しない。その三、
SNS で。待てよ、そんなの嫌に決まってるだろ。そもそもお前の言いなりになる気なんかない。全部お前の勝手な言い分じゃないか。俺とお前はただの兄弟で、それ以上でもそれ以下でもない。おっと、ごめん、違うんだ。怒らせるつもりはなかったんだよ。おっと、また選択肢来た。来るね、選択肢。言い過ぎたと謝る、謝らない。俺は謝らないぞ。うん、悪いのはお前だ。それでも言っていいことと悪いことがあるだろう。それにしてもただの兄弟か。僕にとってはそのつながりが何より大切なんだけどな。小さい頃からいつも一緒でさ、お揃いの服を着てたからよく双子と間違えられたよね。そうだな。昔から本心を打ち明けられるのは兄さんだけだった。一番信頼できる人だったから。兄さんは僕の目標で、ずっとそばにいてくれる存在だった。だから辛かったんだ、マナミが俺に告白したことか。うん、大切な人を奪われたような気がして、世界で一人ぼっちになった感覚だった。それは確かに辛いかもな。だからさ、これからはおとなしく僕に従ってくれるよね。それとこれとは別だろ。おっと、ちょっと画面が、空気が。あのさ、さっきからぐちぐちうるさいんだよ。いい加減僕を怒らせないでくれるかな。おっと、おいおいさ、こんなところで来る一枚絵、嬉しい。まあ、まあいい男ではあるけれど、ヤンデレ好きには刺さるんかな。うん、兄さんは僕がいないとダメなんだから、黙って言うこと聞いてればいいんだって。わかる？僕は他の誰よりも兄さんのことを考えて行動してるの。どうしてそれが理解できないのかな。無駄に逆らってもいいことなんて一つもないよ。無駄に辛い経験をするよりよっぽど建設的だと思うけどな。わかったら、これから俺に従うこと。いいね。え？何これ？選択肢？選択肢？すげえ選択肢だなこれ。でけえ、字がでけえ。もちろん俺らは抵抗するで。拳で従わない。やっぱりそんなの納得できない。兄弟としておかしいだろ。なんと言われようと、兄としてここで意思を曲げるわけにはいかない。ミチルの気迫に気をされたが、ぐっととどまって俺はその瞳を見つめた。ふーん、これだけ言ってもまだ逆らうつもりなんだ。俺はあくまでお前と対等な関係でいたいんだ。それだけなんだよ。今まで兄さんを自由にさせた結果どうなった？今兄さんは幸せなの？成り行きで付き合うことになったまなみさんは結局死んだんじゃないか。それって本当に幸せ？少なくとも俺は自分の気持ちを伝えてよかったと思ってるよ。あの時告白を断った後で死なれた方がずっと後悔したかもしれないだろう。兄さんが告白を了承したせいでまなみさんが死んだとしたら？え？なんてね。冗談冗談、お前冗談に聞こえないよねえ。けど実は僕結構本気であいつを殺そうとしてたんだよね。邪魔で仕方なかったから。でもやめた。兄さんをそばに置いておけば誰にも取られないようにすればいいって気づいたんだ。そう言うとふらりとミチルはこちらに近づいてきた。後ずさりしようとするが体がこわばって動かない。おお、なんだなんだ、どういう、お前、おい、な、一万円の連続嬉しいんだか嬉しくないんだかっていう感じだね。こうすれば僕だけのものになってくれるよね。やめろ。喉元にかけられたミチルの両手がどんどん締める強さを増していく。抵抗しようとするが苦しくて力が入らない。ああ、ヤンデレの典型。殺せば永遠に自分のものを。そうしている間にどんどん呼吸ができなくなっていく。視界がぼやけ意識が遠のいていくようだ。助けて。これでずっと一緒。もう兄さんは
誰にも奪われたりしない。僕だけのもの、僕だけを見ていてくれる。おいおい、愛してるよ兄さん。俺たちはどこで間違えたんだろう。どこからやり直せばいいのだろう。何が正しくて何がおかしいのだろう。ふらつく脳裏に最後に焼き付いたのは、赤く赤く滲む夕日、そして弟の無邪気で歪んだ笑顔だった。おお、エンディングの一つだこれ。なんてこった。おお、な、お、お前、なんてこった。何これ。これもう一つの選択肢もとんでもねえんだな。プレイしていただきありがとうございましたと。はい、というわけでさあもう一個行こうか。はい、従います。ちょっと怖すぎだろこの弟マジで。ああ、今のミチルに逆らったら何をされるかわからない。俺はおとなしく従う方を選ぶしかなかった。よかった、やっと分かってくれたんだね。嬉しいよ。さっきまでの恐ろしい形相が嘘のようにミチルの顔がほころぶ。とりあえず難を逃れたようだ。それじゃあもう学校には通わなくてもいいね。ええ、さっきルールを言ったでしょ、僕の許可なしに外出しないって。いや、でも学校だぞ、行かないわけにはいかないだろ。母さんや父さんには僕から話しておくよ。外が怖い、もう学校に行きたくないだってね。まなみさんのこともあったし理解してくれると思うから大丈夫だよ。うわ、通りそう。その言い分だったら通りそうなのか。怖い。またそんな、それじゃあこれからどうなるんだよ。僕がずっとずっと死ぬまで支えてあげるから安心して。兄さんはただそばにいてくれるだけで十分だよ。お、おお、また一枚絵、嬉しくね。まあいい絵だけど、ちょ、狂気に満ちすぎている。うん、だからもうどこにも行かないで、僕を一人にしないでね。ミチル、兄さんが笑いかけてくれるなら僕何だってできるから。たった一言、大好きだよって、それだけでいいんだ。ねえ、大好きって言って。大好きだよ、ミチル。夕日が俺たち二人を照らす。まるで世界で二人きりになったような感覚だった。俺たちはこの先どうなるのか。どうすれば幸せになれるのか。何もかも捨て去りたい。そんな赤い赤い景色だった。おい、ちょ、お、Oh my god。ご視聴ありがとうございました。まだお済みでない方はぜひね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。登録は画面のアイコンまたは画面下の登録ボタンからお願いします。高評価もしてくれると嬉しいです。動画投稿のモチベーションにつながります。もしよかったらおすすめ動画も見てみてね。それでは。